僕個人的にちょっとすごい気になってたことがあって、うん、野球賭博で結構やっぱ有名人とか有名な業界の人とか実際やってたりするんですよ。するし、結構誰もが知ってるスポーツ業界も芸能界も結構ピーな人がめっちゃ多い。マジですか？めっちゃ多い、めっちゃ多い。今回はですね、野球賭博の件で、はいはい、で、有名人の方も意外にやってたっていうのを、はい、うん、先ほど聞いたんですけど、うん、これあのやっぱちょっとさすがにな、やっぱいろんな問題があるやん。コンプライアンス、ね、そう、コンプライアンスもそうやし、はい、いちいちそれも俺も掘り下げてどうのこうのそんな話嫌やけど、名前とか出さないけど、でも、はい、ほんまに各スポーツ業界、野球界もそうやし、今の現役でな、誰もが知ってるのは選手も実際俺がやってるのは知ってるしさ相撲はこれ多い。相撲業界は野球賭博に参加してる人間がめちゃめちゃ多い。当時さ、はい、巨人がパクられて俺がな、大阪でパクられてみたいな、まあ、見せしめみたいなもんあって、でも別に本来さ、野球賭博ってそんな捕まるほどのもんじゃないわけ。あー、そうなんですね。あの、例えばゴルフでさ、掛けゴルフするのと一緒やん。あー、なるほどなるほどなるほど。掛けゴルフなんか取り締まってみ、ゴルフ場でどんだけ毎日逮捕してるか。確かに。そうやろ、確かに。みんなやってるからさ、やれへん人おれへんって、掛けゴルフやれへんかったらみんなやらんよ。あの、ゴルフ毎日行った時、人間は基本的に握ってる。だそれと同じような感じやん。だって、はいはいはい、なんで掛けゴルフが良くて野球賭博分かんの、うん、でもまあそれはさ、当時に野球賭博ってのはさ、俺なんか唯一やった仕事や、例えば本引きとかさ、そういうようなものとして扱われてるから野球賭博だけすごい厳しい。なるほど、なるほどですね。インターネットカジノあんなんて結構犯罪やけど、あれってパクる時って生活安全課がパクるんだよ。生活安全課が捕まえんのよ、はい、野球賭博だけ暴力団の4回。あ、なるほど、そうそう、なるほど、もうなるほど、暴力団が関与してるから、そう、後ろに余計に厳しいんですね。そう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 。で、その時、まあ、ちょうどなんか、まあまあ、ある、まあな、大きい組織がもう分裂みたいな時とかあった時やったから、ちょうど俺の後ろにどっちの組織が絡んでんねんみたいな感じの雰囲気になって、俺はもう捕まえられたわけで、俺は全然どっちも全く関係なかったから、もうマジで関係なかったからさ、自分らでこう遊び範囲でやっただけやん。要するにこうみんなで旅行行ってさ、賭けトランプみんなでやっただけの話やん。それでパクられるの一緒やから。あー、もう感覚的にはそういう感じなんですね。そう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 。はあ、なるほどなるほどなるほど。まあでも結構驚くような人は結構俺もえって思うことや人は結構おるよ。そうですか。で結構だからおるから余計真広いよ。あー、もうだからもう自分が知ってるようなもう有名人の人が、うん、あの人もやってるんや、うん、この人もやってるんやみたいな。だって実際に力士の人が捕まったってありましたもんね、野球賭博で。あんなのめっちゃ一部やから。一部めっちゃ一部、野球、うん、一部一部捕まってないとこめっちゃ多いよ。力士はほんまに野球賭博めちゃくちゃ深いわ。そうなんですか。大丈夫ですかこれ。でもお前力士今は知らんで、ね、少なくともこれ5年前の話やから。5年前の話ですから。俺が知ってる限りでは、はい、おった、ようさんおったよ。俺なの野球賭博に参加してないで、はい、俺の周りの野球賭博とかの、まあ、メンバーというか、あ、はいはいはい、グループにおったっていうのは俺も知ってるし、はい、うん、それは実際聞いてる。まあ、なんちゅうの、今な現役で引退したような野球選手もそうやし、はい、今のな現役でやってる選手もそうやん。まあ、こんなこと言ったらさ、なんちゅうの、どのこうのとかって、なんちゅうの思う人間、お前がパクられて、お前周りのこと言わんと、お前だけ持っていけやってな、言う人間も多いかもしれないけど、そうじゃなくてさ、結構なんちゅうの、今回でも俺らパクられたときに、俺の周りで結構普通の人間の野球賭博に参加して、遊んだ人間いっぱいおって。で、普通の幼馴染ですごい、まあ、ちゃんと真面目な子はもう、軽い気持ちで俺がやった野球賭博に参加して、みんなこう、捕まっちゃったのが結構多かったよ。だからさ、結局さ、何が言いたいって話になった時にさ、野球賭博ってみんなが思ってるよりももう結構近場にあるものね。あー、先ほど言ったもう、この間掛けゴルフとか、そうそうそう、そういう感じのノリと一緒っていうことですね。でもそう、ある意味だから野球賭博の方がもっと近いかもしれなくて、ゴルフとかでゴルフやれへんかったら掛けゴルフってないやん。はい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 。トランプって多分誰もがやったことあるんちゃう、はいはい、俺トランプで掛けゴルフやったことないっていう人あんまり聞いたことない。確かに。結構確かに。でもあれって厳密に言ったら犯罪やからな。ああ、そうですよね。あれはやっぱやったらあかんから。だから何が言いたいって、やっぱこうみんなさ、真面目にやって犯罪はせえへんと思ってるけど、例えば普通に社会人になって、上司が結構普通にさ、ちょっと何やってんすか、俺話にかけてんねんってことは多分結構普通にあると思うねん。普通にあるか知らんけど、ありえる、これは。
だからその時にみんな軽い気持ちでやってるか、さっき言ったみたいに、えってこの上司がって面白いやってたら、みんな悪いことっていう感覚がなくなるのよ。はい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 、はい、そう、だから悪いことってしっかり思っとかんと、俺らみたいにいきなり捕まったりすることもありえるわけやん。確かにそうですね、うん、そうなったら暴力団の資金源になるような犯罪をしてたって言われるからな。あー、なるほどなるほどなるほど、うん、それだけでいきなりコンプライアンス今の時代では反社だと言われるやんか。はいはい、そう思うとやっぱな、最初からそういうことに対してやっぱやらん、断れる力を持っとかな、野球賭博やってる、これ結構多い。分かってないやつに限ってやっぱ結構野球賭博やってるのに自慢したがってな。あー、はい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 。俺らの時 LINE でパクられたけど、はい、でも厳密に言ったらさ、 LINE やったらさ、あのこの当時法律決めた時ってヤクザの事務所があって、固定電話があって、ボールペンがあって、机があって、そこでまあハンデがあって、固定された場所があって、分かる、都庁として認められたわけよ、はい、都学省としてな、はいはいはい、でも今ってこう LINE とか動くわけよ、はいはい、動いて、携帯電話も昔と違ってある、はい、パソコンが動く時代やんか、はい、あのそこの法律が追いついてないわけよ、パクられへん、本来はほんまやったな。今どんどん関わってきてるけど、はい、今やったらこうテレグラムやったらいけるとか、で登録してる人結構多いね、はいはい、そう、テレグラム結構普通の人が多いね。そうなんですね、うん、テレグラムでやるとしたら大丈夫というふうに読んねん、全然大丈夫じゃん、結構パクられてるからみんな。あ、大丈夫じゃないんですね。全然パクられてるのに全然おる。目つけられてないだけで、多分目つけられても一緒にやけどもパクられると思うね。飛ばしとかでな、やり取りしてたら、まあ、飛ばして、まあ基本的にな、自分の名義じゃなく足のつけへん、はい、名義でな、はい、あの携帯でさ、みんなこう結構やり取りしてたら、はい、パクられへんとか言うやん。でもやっぱこう、な基本的に言ったらもうそんなの意味なく俺はパクられると思うから。でもその野球賭博の入り口ってどういう感じだったんですか、うん、野球賭博ってどうやってやったんとか、なんかみんなで沖縄に寄って遊んでて、おい野球賭博こんなんかけれるらしいぞって、みんなどうするやるかってなって、ちょっと乗っとこやって言って、俺10人ぐらいおったわ、その時同級生とかなだけで行ったら、はいはい、集まって、その時みんなでこう簡単にかけたんよ、はい、ほんと全員またなうまいことなってんねん、最初は絶対勝つねんよ。はぁ、あ、不思議なもんでね、ギャンブルってね。そうやね、最初のやつでな、はい、買ってみんなしてたら、うそやん、これででかいと、これで女は例えばやけどな、2万でも3万でもなったら、みんなで1週間に1回集まって飲めるやみたいな話だったわけよな。そうこうしてるうちに、そんなことが当たり前に続くと、2万3万じゃなくて、もうちょっとこれ買ったら旅行行けんちゃうってなるわけ、うん、まあ、ほんで負けかけながら1週間に1回の生産やから、野球とか食って30万負けてたとかさ、100万負けてても取り返せるわけやんか、はい、だからその時にこうな、危なかっても勝ち直してさ、はい、でそっからみんなでやっぱ旅行とか行けちゃうわけよ。ほんならみんなな、私生活のお金も支払いも野球賭博にこう委ねようとすんねん、はいはい、で鍵がでかなってきてな、はいはいはい、ほんでも分かる、もうどんどん負け越してきて、大きい借金をつくるんだけど、はい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 、ギャンブルの悪循環ですね、本当にね。そうそうそう、野球賭博特にやっぱ1週間の生産とかあるからな。あ、うん、あのマリノ・ゴンザレスさんってそのチャンネルでさ、この話まともな話したけど、はい、やっぱりこう有名な人らも結構暴露みたいな感じで思われるかもしれないけど、暴露やったら名前出してるやん。そうですね、そうですね、名前出さんけど、やっぱ結構みんなの近くにな、野球賭博はあるよ、俺は野球選手やから大丈夫、俺は力士やから大丈夫って、そんなことないから、力士の尊敬する先輩がやってたら、やっぱり基本的に下はやるんよ、野球選手のせいや、ちょっと兄貴みたいな思うような人間がやってたらさ、下はやるんよ、だからそれどんどん罪悪感を消えていって、気にした時には結構大事になってるって、俺がそうやったから。俺もやっぱり野球賭博でこんな賭博やってパクられるって分かっときながらやってないもん。ただほんま軽い気持ちでやってて、もう遊び感覚でね、そうそうそう、みんなと一緒に、うん、ただそれだけやん、こんなパクられると思ったらやってないもん。ほんでな、それでいざバーンと蓋開けたら、なんか今までの一番の汚点みたいな雰囲気にこうなってるけど、俺からしたら悪いけど、今までで一番犯罪認識のない逮捕やわ。びっくりしたな、ほんまにほんまびっくりした、あの時えって何言ってん賭博って言って、あ、そうなって、本局とりあえず行こうやって言った、もう4パチで出れると思ったから、うーん、そんな大きい話と思ってないやん、はい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 、これ、ええよ、巨頭ってこんな大きいことなんていうのを後々知っていくからさ、すごかったよ、罪の認識が低い、落とし穴っていうか、あれですよね、ほんまにその薬もそうですけど、うん、野球賭博もそうですけど、ほんまにね、もうまずやらない、うん、そうやな、これが、うん、そうそうそう、大事ですよね、ほんまそう、ほんまそう、まず関与しないと、うん、だからまあです、ね、俺だから野球賭博とかその博打はほんまにこうすごい、あの、なんちゅうの、あれ似てると思う、薬物とすごい似てるの、あー、うん、中毒性というか、中毒性がね、すごいすごい、それによってな、いろんなもの失うわ、あ、俺もいろんなもの失ってきたもんな、わかる、それは
だからやっぱこう簡単な気持ちでな人にこう言われてもその悪いもんやって認識をやっぱしっかり持ってな、うん、じゃなかったらやっぱ野球賭博とかに対してこれからどん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 参加してる人がめっちゃ多いから、うん、これが本当にこのね経験者が語るんですよそんなええもんわからないけど、うん、いやでも本当にこれはもう言うたらねそのこういうことしてたとか悪いことしてたとか自慢したいんじゃなくて、うん、やっぱ視聴者さんになぜこう YouTube で上げるかって言ったらそういう危険性が近くにあるよっていうのを伝えたいからですよね、うん、あとリアルをなリアルをやっぱ喋るためにやっぱりこうこんなことは知ってるけど言わんとこ、はい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 、多いじゃない、多いですね、あこれは今の YouTube いけるみたいなあるじゃん、はい、もうそんな、なんかその感じだけどやっぱリアルなできるだけリアル言われることもちろんあんであるけどまあリアルにさできるだけリアルにさもうできたらな、はい、これはもうマジで価値のある対談っていうか YouTube ですよね本当にまあ、そんで俺がいきなりどうせだったところで野球賭博に関わってたってばっかりだったらもうずっこきますよ即多分これ消されますよねそうだと多分あ、そうだ、はい、消されます、まあ、消されますまあ、お前はみんなこう野球賭博とかほんまにやらないようにいや、本当に、ね、ちょっと簡単な気持ちやらないように上司がやっててもなはいもう、上司やってても上司言ったけど無理やったらもう警察にはい、ほんまにそこまでちゃんとしないとね、まあ、そこまで言ってたら分からないけど参加せんことやなもう人のこと言わんでもいいけど参加せんことやな、はい、絶対参加しないことですね、はい、いや本当にもうありがとうございますこちらこそありがとうございました本当に貴重なお話を聞かれたと思いますまあ僕もねあんまりこう引き出せてるか分かんないですけどねこんな話をしてほしいってこともしこんなこと聞きたいってことがあったらちょっとコメントもらえたら、ね、コメント欄にね皆さんもどしどしまだ僕が来るのでちょっとまだ聞いてしまう僕がどんどん聞いていきますねぶっこんでいきますねよろしくお願いしますありがとうございましたすみませんありがとうございましたすみませんありがとうございました